感染力アップ道場。イエーイ。イエーイ。道場。ズボンです。なぎちゃんです。日本一スタッツをつける碇役慎太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんが楽しそうで僕は嬉しいです。はい、ということでね、はい、最初から僕たちですか、これではあのスタッツのことをねちょっと慎太郎さんから学ぼうということでやってますけれども、はい、前回はね EFF のことを話しましたが、うん、今日はじゃあ何をやりましょうか。今日はですね、ボックススコアとはちょっと離れて、公式で発表されてる実は隠れたスタッツがあるっていうところをご紹介したくて、はい、隠れミッキー？隠れミッキーですね。意外とこれが隠れてるつもりはないと思うんですけど意外と知らない人が多くて、はい、はいはいはい、はい、公式のボックススコアを開いた時にですね、はいはいはい、はい、皆さんちょっと手元で開いていただきたいんですけど、はいはい、はい、ボックススコアのページにちょっとよく見るとタブが3つあるんですよ、うん、左から、はいはいはい、ゲームリポート、プレイバイプレイ、はい、ボックススコア、はい、今皆さんボックススコアっていうタブを見てるんですけど、そこの一番、うん、向かってというか画面を見て左側にゲームリポートっていうのがあるんですね、はい、ゲームリポート、うん、はい、うん、こちらを、タップもしくはクリックしていただくとですね画面が切り替わって、はい、チーム同士の2点とか、はい、3点とかどれぐらい取ったかとかをこう、はいはい、交互に比較できるような、どっちが多いとかどっちが少ないとか、はい、そういうのを比較できる画面が出てくるんですね。オフェンシブリバウンドとかディフェンシブリバウンドとか、あ、ここに全部略称の意味が書いてあるので、ボックスコア OR がオフェンスリバウンドだよとか書いてあるので分かりやすいんで、そこも見てみてください、うん、はい、でそこを少しずつスクロールして一番下の方にですね行っていただくと、実はボックススコアに書いていないスタッツがいくつかあります。はい、はい、これスタッツ業界では、スタッツ業界ではミスクって呼ばれるスタッツなんですよ。ミスク？ミスク？ミスク、MISC でミスクって言います。ミスクって何なんですか、シントロさん。ボケなくていいんで。あ、その他って。絶対にボケなくていいんで。はい、絶対にボケなくていいんで。その他って意味です。はい。もうここで何やっても滑るって知ってるんで、これ。はい。何やっても滑りますから。ズボンの罠にはハマらないっていう、ね、すいません、やばいな、はい、ハマってるな。その他って意味ですね。ミスク、バカ受けしてるんで大丈夫です。ミスクってその他って意味のスタッツなんですけど、うん、でその他が全然その他じゃないんですよ、うん、大事なんですよ。はい、それが見ていただくと分かるんですけど、ファストブレイクポイント FBP って呼ばれるんですね、うん、とか、はいはいはい、points in the paint PITP、はい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 、とか points from turnover PFT とか、はい、はい、セカンドチャンスポイント SCP とか言われるものがあるんですね、はい、たまに B リーグの解説さんが、いや、ポイントペイントエリアでの得点がどこどこの方が多いんですよねとか少ないんですよねみたいな、ここ頑張ってほしいですよねみたいな解説が入ると思うんですけど、それはここの数値を言ってるんですね。言ってるんです、はい、はい、うん、すごい、その他まとめすぎちゃってるってことですね。そうなんですよ、その他めちゃめちゃめちゃ大事ですよみたいな、ね、はい、なんですけど、じゃあまあなんとなくね、音聞いたら分かると思うんですけど、ファストブレイクポイントって分かりますよね。ファストブレイクポイント分かりますね。そうです、そうです、速攻です、速攻、うん、じゃあポイントインザペイントは、ポイントインザペイント、はい、ペイントエリア内のなんか、もういや、ポイントだろ、そこ、なんかをこうそれ以外ないんですよ、そこポイントだろ、どう考えても、はい、そうです、ポイントインザペイント、ペイントエリアでの得点ですね。逆になんで、逆に、そう、それ気になりましたけどね、はい、振ってこられたのかと思いました。はい、やばい。じゃあ、ポイントフロムターンオーバーは何でしょう。ポイントフロムターンオーバー、はい、シュートがターン、なんつった今、なんつった、ターンオーバーからの何かでしょ、そうですね、ターンオーバーの何か
サモバからの何かでしょ。シュート S 出てきたん、びっくりした今。何かは分からないけれども、ターンオーバーからの何かですね。そうですね、ターンオーバーからの何かです。からの何かですね。はい。はい。はい、ポイントフロムターンオーバー。そうですね。最後は、セカンドチャンスポイントですね。これも多分セカンドチャンスの何かでしょ。セカンドチャンスの何か。うん、もう一回頑張れてきた。何かは分からないけど。うん、もう一回頑張れみたいな。そういうことです。はい。はい。で、大体。いや、これ結構重要ですよね、みんな、ね。そう、すごい重要なんですよ、うん。なので、これちょっと見ていこうと思うんですけど、まあでも、今お話しした感じで、多分なんとなくね、はい、英語から意味は、ポイント以外は想像できると思うんですけど。うん。はい。で、じゃあ、ここ。いや、ポイントも想像できますけどね。そうですね。びっくりしましたけどね、今。うん。うん。うん。いろんなポイントがあるからね。そうですね。はい。おしゃれポイントとかね、芸術点とか、そうそうそう、確かに、テクニカル得点とかありますからね。はい、うん、そう、ユニフォームの着方とかね、ないですよね。はい。おしゃれポイントとかもありますからね。そうそうそう。はいはいはい。着こなしとか。はい、うん、髪型とか。うん、慎太郎さん乗らなくていいからそれは。そうです、尺取っちゃいますからね。はい、もうなんぼでも出てくるなと思っちゃって。そう、でちょっと戻しますと、ファストブレイクポイント速攻じゃないですか。はいはい、速攻って何か知ってます？速攻、はい、だからさ、そのさ、はい、すごく単純な質問なんですけど、はい、これは速攻、これは速攻じゃないっていう、その区切りがわからない。あ、そうですよね、意外とこれわかんない人多いというか、僕も FIBA ルールとかで結構変わったりすることがあるので、うん、こっからここまでは速攻だけど、うん、こっからはアーリーだよみたいな、速攻にカウントしないよとかあるんですけど、ざっくり言うと、ざっくりというか、はい、FIBA ルールの2018によると、うん、8秒以内の、最大8秒の得点、はい、攻撃ですね、はい。攻撃に入ってから8秒以内に得点すると、ここにファストブレイクポイントとして出ます。出ます。はい、8秒です。秒なんだ。なんか、はい、なんか感覚としてさ、例えばなんかブザービーターとかさ、はい、もうなんかその、はい、8秒以内なイメージがあるじゃないですか、はい、でも速攻に見えないセットオフェンスみたいな場合もあるじゃないですか。そうですね、はい、セットオフェンスっていうか、その例えばフロントコートじゃないや、はい、フロントコートからボールをアウトオブバンズから入れて、はい、それ8秒以内だったら速攻って扱いになるの？マイボールになってからっていうところになるので、はい、そこも、要はボールデッドしてっていうのは速攻にはならないんですけど、ならないね、はい、やっぱり。あ、そうか、はい、そうか、マイボールで、そのそらそうだよね、オンプレーで、あ、オンプレー、はい、オンプレーでリバウンド、オンプレーで切り替わってから、うん、リバウンド取って、うん、そうです、はい、そのまま、はい、で、得点決まった後も入るは入るんですけど、あ、ゴール下のスローインですか、うん、はい、得点決まったとか、うん、そこはね、レフェリーが介入しないところなので。あ、そういうこと。あ、なるほどね、うん、そういう風な感じになって、基準はそうなんです。めっちゃ勉強になるわ、そういう。そう、そうですね、はい、うん、そういうところがあるので、ファストブレイクはそのオンプレーとい、オンプレーだったり、こうレフリーが介入しない、その、うんうん、メンバーチェンジとかができないタイミングでの、そのボールデッド、はい、まあ、ほとんど、なるほど、なるほど、もう含まれるね。そうですね、さらにもう、じゃあ、速攻で例えば8秒以内にシュートレイアップ行きました、で外れました、うんうん、ビッグマンがプットバックダンクしました、さあこれはどうでしょうって話なんですよ。でも速攻っぽいけどね、感覚的には。あ、でも1回リンクに触れてるからダメってこと？そこがですね、うん、2018のフィバルでは OK です、速攻、はい、速攻改善されてるんです、はい、うん、速攻ですね、プットバック OK みたいな。じゃあ、速攻行きました、はい、レイアップ行こうと思ったんですけど、うん、ファールしちゃされちゃった、でフリースローになりました、うん、1本決めました、2本目、2投目を1本決めました、うん、はい、これはどうでしょう。え、速攻じゃない。どうでしょうかね。絶対速攻じゃないですよね。ねえ、めっちゃフリースローですもんね。うん。これ速攻です。はい、
全然わかんない、はい、オンファールは速攻ですね。要はその速攻8秒以内のオフェンスがファールで成功させられなかったと、うん、わざとというふうに捉えられるので、そこは速攻に入った、うん、そうなんだ。え、はい、でもそれも、ま、2本目なんです。2本目でもいいんですね。そうですね、2本目でも外してても、はい、なんかね、でもね、 B リーグ独自に1本目しか入ダメみたいなのを噂で聞いたことがあるんですけど、それがファストブレイク。あ、そうなんですか。いや、ファストブレイクじゃなかったと思うんですよね。うん、うん、ファストブレイクじゃなかった気がするな、はい、うん、はい、それはフリースロー、たとえ2本目とかであっても速攻に入ります。うん、うん、うーん、ポイントインザペイントなんですけど、これも分かりやすいですよね。これはもう本当にペイントエリア内です。うん、うん、これ基準あれなんですけど、まあ多分、体の半分以上入ってたらとかあると思います。うーん、ジャンプした地点、足の地点が基準になっているはずです、はい、うん、でそこで、まあそうだよね、そう、片足でポーンって飛んで、シュート、ジャンプショットなり、はい、レイアップショットなり決めたら、あれですね、ポイントインザペイント。じゃあ逆に、じゃあマイケル・ジョーダンのフリースローラインの手前から踏み切ったダンクは、ポイントインザペイントじゃないです。はい。あの、ダンクだけど違うっていう場合もある。あのダンクだけど、ディスタンスは入らない。そうなんですね、はい。あくまで入ってるかどうか。そうですね。ペイントエリア内に。はい。そうです。じゃあもう一回質問です。ペイントエリア内でビッグマンがシュートを打とうとしてファウルをもらいました、はい、フリースローになりました。さあこれはペイントエリア内の得点でしょうか、はい、さっきの感じだったら、はい、ペイントエリア内の得点、はい、だと思うじゃないですか。これもそう思った、俺もそう思う。これ入んないんですよ確か。なんで、ちょっとね、面白いですけどね、これ入んないんですよ、うん、確か、うん、どうして、うん、ちょっと僕も思うんですけどね、なんでしょうね、なんだろう、速攻に関してはほぼほぼ、はい、まあ決まるもんだみたいなね、うん、うんうんうん、速攻のレイアップとかはね決まるけど、インサイドのファールはちょっともうもらいに行くこともできるじゃないですか。結構もらいに行ったとか、2人3人に囲まれてファールみたいな、うんうん、でこれはポイントインザペイントに含めていいのかっていうところはちょっとあるのかなとも思いますね。確かに言われてみれば、僕も調べて知ったんですけど、でまず最後セカンドチャンスポイントもありますね。セカンドチャンスポイントなんですけど、あ、これは、サードチャンスでもセカンドチャンスです。あのサードチャンスでもセカンドチャンスポイントに入ります。3回目でも、3回目でも、はい、オフェンスリバウンド、もうお手玉何回しようがセカンドチャンスです、うん、はい、にあります。うん、要はでもこれはこれに関してはオフェンスリバウンドがありきの話ってことですよね、はい、はい、オフェンスリバウンドありき、オフェンスリバウンドが介入しないセカンドチャンスポイントってのはないないはずですね。ありえないですよ、うん、ありえない。なんかいろんなシチュエーション今考えてる、多分、ね、ありえないですね、それはありえないです、はい、はい、じゃあこれのフリースローどうでしょう。フリースロー問題多い、ね、フリースロー問題多いですよ、フリースロー問題多いです。これに関しては、いや、これは入らない、これは入らない、入らない、入らない、これは入らない、入ります。なんで、なんで、マスク入ったと思うんですけどね。嘘だったらごめんなさい。どうやったら、いいよいいよ、みんなそこまでね、入らないって言われたら確かにそうだなと思うんですけど、でも、うん、なんだろうな、別にペイントエリア内だけがセカンドチャンスじゃなくて、うん、うん、で逆に考えたらセカンドチャンスポイントでオフェンスリバウンドってそのままシュートを打った時にフリースローで例えば、ポイントインザペイントにも入る、セカンドチャンスにも入るって言ったら二重に加算されちゃうんで、うん、うんうん、だから多分どっちかセカンドチャンスだけみたいな形になるんだろうなと思います。うん、いやちょっと納得できないです、ちょっとそれはですよね、うん、断固抗議したいと思います。本当ですか、本当ですか、はい、あの、FIBA と徹底抗戦したいと思います。あの、あの、あれですか、法廷闘争ですか。相手とのぞってことですね、まあ、きついこと言うとちょっとね、バッ、ちょっとそれあんまきついこと言うとちょっと炎上するんでやめていきます。そうですね、やめていきましょう、はい、なんやったら僕の情報が間違ってる可能性も大いにありますから。いやいや、まあそれは分かんない、それは分かんない、なんで、ね、確か、
ポイントインザペイントだけはフリースローが、はい、あのカウントされないというふうに覚えていただければいいかなと、うんうんうん、覚えておくということだね、うんうん、そう、そこだけです。当然あのポイントフロムターンオーバーとかも当然フリースローは入りますから、うん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 、ターンオーバーからの失点なので、それはもう当然フリースローだろうがレイアップだろうが入りますからね。まあ、失点は失点だもんね。失点は失点です、うんうん、あのアンスポ、あのアンスポーツマンライクファウルになってしまったとかもあると思うんですよ。止めようとしてターンオーバーで、うん、それも当然ポイントフロムターンオーバーに入ります。まあ、例えば、まあ、なここ見ててすごくいつも思うのがさ、はい、あのそのポイントフロムターンオーバーとかね、はい、もちろん、うん、あのターンオーバーの数によってそれはある程度比例するわけじゃないですか。そうですね。でもそれが一概にこう比例しない場合とかがあったりとか、まあオフェンスリバウンド取れてるけどセカンドチャンスポイントが少ないとか、そうですね、まあ、そういう風に見ていくと、はい、なんかそのこのチームってこういう部分に課題がもしかしたらあるのかなとかという風に見えたりとかもしたりとかするんで、はい、まあ、面白いのかなという風にちょっと思ったんですけれども。面白いですね、はい、面白い視点ですね、すごい、まあ、慎太郎さんはそういう見方をしてるのかなと、はい、見てます。どうなんですか。まさにちょっとそこの話しちゃうと、例えばセカンドチャンスポイントが少ないからこのチームどうなのっていう話になるかもしれないんですけど、例えば、うん、例えばですよ、スリーポイントシュートって外れたら大きく跳ねるんですよ、うん、そこでオフェンスリバウンド取ったとして、じゃあそこから即シュート打って入るかって、ミドルレンジあたりで取っても入るかってなると入らないので、もう一回立て直すんですよ。だからそこで例えば入らなくても、それは別にそのチームのスタイルなので、スリーポイントが多いチームはセカンドチャンスポイントが少なくなるみたいなのは若干相関があるのかなとか、うん、そういうのは分析しますね、はい。まあ、極端な話 100% シュート入ったらセカンドポイントチャンス、あ、セカンドチャンスポイントなんてゼロですからね、はい、そうなんですよ、いらないはずなんです。うん、そうなんです、うんうんうん、おっしゃる通りシュートが入ってる、まあ、ショット確率が良かったからこの日はセカンドチャンスポイントが少なかったっていうね、うん、可能性もあるし、ね、あります、あります、あります、全然ありますよ。もうそもそもオフェンスリバウンド取らない戦術だっていう可能性も、うんうん、ね、チームもあるしね。それはディフェンスにすぐ戻るってことですか。そうです、戦術的に。そうです、あ、そうです、もうその1本だけね、うん、そうそうそう、去年のおそらく川崎のブレイブサンダースとかはそういうオフェンスリバウンドあまりいかないよっていう戦術を取ってたはずなので、うん、うん、セカンドチャンスポイントも当然少ない、うん、そういうことか、うん、だから一概に悪いことではないです。まあ、だからいろんな見え方もできるし、はい、まあ、いろんな指標にもできるけれども、うん、なんかまあこれも、ね、EFF と同じで全て鵜呑みにする必要はないという、うん、ね、項目なのかなというふうにも思いましたけれども、うん、そうですね、おっしゃる通りですね、1個だけ見たら間違えちゃう、ね、そっか。じゃあそのセカンドチャンスポイントを持ったんですけど、はい、その試合によってやっぱ毎回変わってきますよね。この今日は調子がすごい良かったからセカンドチャンスポイントがすごいあるっていうチームもあるってことですよね。そのさっきだと戦術的に川崎が去年はセカンドチャンスポイントがきっと全試合トータル的に少ないっていう風になるけど、例えばいつだっけ、例えばあの宇都宮と新潟の試合とか、宇都宮がめちゃめちゃ前半1ピリ超入ってたやつは、あれはじゃあ結果スコア見るとセカンドチャンスポイントは超すごい少ないけど、その分別のところでこう上がってて、でも別の宇都宮の試合の時はセカンドチャンスポイントは高かったりすることも相手によったらあるってことですか。そうですね、まさしくその通りですね。あ、分かったかも、分かったかも、うん、その通り。もうじゃあそれめっちゃ分析深くないですか。うん、そういうことです。なんでそうなるとこの試合だけ見れたからこのチームがこうって分析できないってことですよね。おお、その通りですよ。難しいですよ。めちゃめちゃそこまで見るってやばくないですか、本当に。いや、それをやってんだよ。深い深い深い。どんどんすごい深い。面白くなってきますよね、そうしてみるとね。うん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 、うん、どんどんこうこちら側にいらしていただいて、どんどんこちら側にいらしていただいて、はい、深いな、はい、深い、本当に深い。うん、だから渚さん、スタッツを分析する女子の枠は空いてますよ。空いてます、空いてます。沼に。はい、なのでね、ハマり出すと抜けられないんです。はい、へえ、うん、数字だよね、所詮数字だよねっていうのもそこなんですよね。あ、うんうん、そういうことか。そう、高い低いじゃわからないよ、うんうんうん、そのチームの戦略とか調子とか相手とかによってこの数字変わってくるよね、うん、みたいな。そりゃあそこバンバン出してくる大阪とか千葉相手にオフェンスリバウンド頑張ろうなんてあんまりこうね、
しないかもしれないですよ、うんうんうん、ただジャック・クーリーがいたらそれは話が違いますね。そういうことか。そう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 。すごい、はい、一番今回うわって入ってきました。やったよかったよかった。本当か？やっててよかった。本当に本当か？でも1回目第1回目の時は、うん、あのアシストの話だったじゃないですか。はい、あれはめちゃめちゃその後にあの慎太郎さんも行かれてた、うん、あの渋谷と名古屋の時に、うんうん、あ今あのパス出した時にこれはアシスト入ってるんだなとか、はい、あダブルあのワンドリブルしたからアシスト入んなくなるんだなとか、はい、あの話聞いた後に見たから、はい、なおさら、うん、あの思いました、はい、お今まで知らなかったやつ素晴らしい、すごいじゃん、すごい成長がえげつない。でそれで今日今聞いてすごいまたさらに思った。はい、ありがとうございます。はい、僕これまた面白いの、うん、僕、うん、8年かかってるんですここまで来る。いやいや、すみません。僕、8年いや、私はもう聞いただけ、聞いただけです。すごいっす、本当に。いやいや、ありがとうございます、うん、はい、うん、驚異的な成長を見せたということで、はい、はい、興奮しちゃいました、ね、今、さっき、はいはい、じゃあちょっとキリがないですし、はい、お話が面白いんであれですけども、はい、ちょっと長くなっちゃうんでね、うん、この辺で応援していこうかと思いますけれども、はい、はい、まあでも本当に面白かったな、うん、なんかいろいろとなんかその知らない部分を知れたのでとても良かったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はいはい、じゃあまた渚さん、なんかやってください。なんかペイントの中で何かやってください。ペイントの中で、はい、何かやって締めてください。はい、変えた時。いや僕世代なんで、僕世代なんでね。めっちゃ来ますけどね。はい、ハエです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 。ハチです。はい。じゃあ皆さんまたこれを楽しみにしてください。はい、バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。